会議前景会場風景出席者席。前列左は、エメジョルジュマルティモール閉会第二バチカン公会議は、ローマ教皇ヨハネ23世の下で開かれ、後を継いだ、パウロ6世によって遂行されたカトリック教会の公会議である。この会議では、公会議史上初めて世界五大陸から投票権を持つ参加者が集まり、まさに普遍公会議というにふさわしいものとなった。 教会の現代化をテーマに多くの議論がなされ、以後の教会の刷新の原動力となるなど、第二バチカン公会議は20世紀のカトリック教会において最も重要な出来事であり、現代に至るまで大きな影響力を持っている。1869年の第1バチカン公会議では、カトリック教会がフランス革命によって生まれた近代革命世界を否定するというスタンスが取られた。 ピオ11世1923年5月23日、教皇ピオ11世は、数奇教会議で1870年に中断されたバチカン公会議を継続させるために、公会議を召集することは適切か否かを、数奇教たちに問うた。このピオ11世の質問に対し、数奇教たちはほぼ満場一致で、公会議に反対した。特に、ピオ数奇教は、 司教たちの深い見解の違いがあること、意見がまとまらない危険があること、教会に革命を起こそうとしている、近代主義者たちによって、公会議が操作される危険があること、伝統的なやり方よりも民主的な観光に適応する論争と、宣伝活動が導入される危険があることを指摘した。しかし、第一次世界大戦後の世界でもはやカトリック教会だけが、 古色草然とした形を保っていることはできなかった。特に主木の第一線で働く聖職者、宣教者、信徒たちの間で教会の現代化の必要性は痛感されていた。ピオ十二世九百四十八年、教皇ピオ十二世は、ピオ十一世の抱いていた、公会議のアイデアを検討していた。ルフィに水気教とオッタビアーに水気教は、公会議が新しい近代主義に染まった。 異端神学を排斥する適切なチャンスだと考えた。そこで、ピオ12世は65人の司教たちに打診したが、公会議はむしろ危険である。教会を窮地に落とすと判断し、公会議開催の考えを放棄した。ヨハネ23世1959年1月25日、教皇ヨハネ23世は、サンパオロフ・フォーリレ・ムーラ大聖堂付属のベネディクト派修道院をふらりと訪れ、 17人の数奇教の前で突然、公会議を召集することを告げた。この教皇自身が下した決断は、長い実行の結果ではなく、予期しないところにふと訪れた春の木々の芽生えのように、生まれた。この突然の公会議開催の発表は、大きい混乱を引き起こした。多くの数奇教らは、司教たちがマスメディアの圧力を受ける危険を指摘して、 公開議象集を止めようと促した。その理由は、ヨハネ23世は、以前ブルガリアの教皇施設を務めた当時から、東方キーツ教会が、政教いたずらにしているキーツ宣教活動に反対しており、新しいエキュメニズムを考えていたからである。進学者の間には、カール・ラーナーやイブコンガールなどのように、 近代社会で人類が獲得した経験値を伝統的なカトリック信仰と調和させることを目指した一団とヨーゼフ・ラッチンガーやアンリドリュバックのように古代教会の信仰にこそ現代教会の活力の源泉が見出されるはずだとする一団という二つの大きなグループが生まれていた。また第一バチカン公会議で本来話し合われるはずであった教会論の議論を行うことで教会の アイデンティティを再確認することの大切さも十分認識されていた。このような流れの中でつなぎの老教皇と見なされていたヨハネ23世が公会議の召集を発表したことはカトリック教会と全世界にとって驚きと同時に大きな期待を持って迎えられた。会議の準備に2年が費やされた。その間、まず世界中のカトリック教会関係者から公会議の 議題に関する意見書が集められ、次に教皇に任命された10の準備委員会が、それらを検討した上で、公会議の議題の草案を作成した。全準備委員会1959年5月17日、教皇ヨハネ23世は、当時、国務長官であったタルディーニス・キキョウを委員長として、全準備委員会を任命した。1960年6月5日、 ヨハネ23世は、自発協僚スペルのデーヌートによって、第2バチカン公会議の十の準備委員会と3つの事務局を設立した。同時に、これらの委員会の上に120名からなる公会議中央準備委員会を置き、翌日、日本の土井達夫数規教を含める36人の中央準備委員が任命された。公会議中央準備委員会は、 世界の司教たちからの提案をもとに十の準備委員会によって起草された草案を吟味する責任があった。中央準備委員会と各委員会顧問の人数はその後の任命によってさらに拡大し、1961年2月までに710人に達していた。さらに同年12月には827人に膨らんだ。 1962年6月まで中央委員会は多くの会議を開き、公会議の準備を進めていった。すでにこの中央準備委員会の内部で対立する数奇教たちの戦いが繰り広げられていた。つまり、賢者少将長官代理、アルフレド・オッタビアーニ数奇教の進学委員会と、それに協調するローマ派とキリスト社一致促進事務局事務長のアウグスティノ・ベア、数奇教と、 その補佐ヤン・ウィレブラン、彼らに強調するリベラル派であった。中央準備委員会の総会準備委員会顧問、名簿1961年6月15日、中央準備委員会の第1回総会で1960年6月に指名された準備委員会顧問名簿と公会議の規定との間に矛盾があると告発された。イブコンガール、アンビド、リュバック、 カール・ラーナーの少なくとも3人は、教会当局から制裁措置を受けたことがあり、本来なら、顧問になる資格がなかったにもかかわらず、名簿に記載されていたのである。しかし、オッタビアーには、この告発を取り上げなかった。教皇がそれを望んでいたのだった。総会1962年1月20日、中央準備委員会の総会で、オッタビアーには、自分の草案、純粋に守るべき、 信仰の遺産についてを発表した。アルフリンクス・ウキ教は、一つの哲学派に囚われていると批判した。ベアは、スコラ哲学的な言い回しを攻撃した。そこでリエナール、フリンクス、アルフリンク、デフナー、ケイニヒヒ、レジェの進歩派数奇教トルフフィーニ、シリ、ララオナ、ブラウンの保守派数奇教との厳しい対立が深刻化していく。同年月日、 マルセルル・フェーブル大司教はこれらの対立を調停するように、公会議が2種類の文書を作ることを提案している。一つは、保守派が使うスコラ学的かつ正確な表現で、現代の古流を拒否する排斥文付属の草案。もう一つは、進歩派が望むような死獄的で肯定的な短い文書であった。しかし、この提案は何もされず、そのままになった。 中央準備委員会の総会では3月から4月に渡り、天礼に関して討議された。3月27日、アンニバレブニーニ神父の臨席の下、ララオナは、ブニーニ総案のミサの通常分の改革計画を、出席者の恐怖たちに説明した。ララオナは、この改革に抵抗を試みたが、自分の前任者であったが得たのチコニャーニスーキ教が、署名していたので、 やむなく説明に当たっている。この草案は革新的な原則に従って、天礼全体を体系的に改革する計画であった。リベラルな恐怖たちは称賛した。デフナーは中央委員会に提出されたすべての草案の中で、最も注目するに値するものの一つであると賛美した。レルカの数奇教もこの草案に賛成した。ローマ派の数奇教たちは反対した。 オッタビアーには過度な革新に大きく門を開きすぎると批判した。ゴッドフレはこの改革はキリスト教いたずらに驚愕を引き起こす革命的な改革であり、礼拝を捨て去り聖殿を蔑視するという意味で反転霊的だと意議を唱えた。3月30日、アガジアニアン枢機卿教は選挙国のために自国語のミサを提案した。ルフェーブル大司教は 天礼と天礼様式に関して、司教評議会が法規を制定することができるという原則が受け入れられると、それがたとえ教皇の承認をもって初めて許可されるとしても、民族的天礼と国民天礼様式とに回帰してしまい、天礼の一致のための過去の二世紀のすべての努力が無駄になってしまい、芸術とグレゴリオ音楽は没落、無秩序状態になる危険があると指摘した。 数年数計画数年数数規教を中央準備委員に指名したヨハネ23世だが73号の草案は準備作業に全く指針を示さなかった教皇にとって多すぎたため秘密裏にその縮減を数年数に任せた。数年数は予備草案をすべて2つの枠組みで作り直そうとした。教会内部に向けての発言と 教会外部に向けての発言という二つの領域である。この数年数計画は、第二バチカン公会に開始前の1962年4月の終わりには、準備が完了。5月中旬には、教皇の命令でこの計画を、少数の有力な数気教たち、すなわちデフナー、モンティにニシリ、リエナール、デルカノなどに伝達している。これは、 予備草案を廃案にすることを意味し、一方で準備委員会に仕事を続けさせながら同時に他方では他の委員会にその廃案を任せていた。キリスト教一致促進事務局、キリスト教一致促進事務局は10の下部委員会に属する専門家らに対して他の委員会が取り扱った議題に関してエキメニズムの観点で提案や草案の下書きを作成させていた。 同時に特別総案としてエキュメニズム、信教の自由及びユダヤ人問題に関する総案も準備させた。キリスト教一致促進事務局はこの3つの特別総案をオッタビアーニの進学委員会に送ったが無視されている。1962年2月1日、ヨハネ23世は対立関係にある総案がオッタビアーニの進学委員会及びその他の委員会を 通さないまま、直接、中央準備委員会に上がるように定めた。その一つが、心境の自由に関する草案だった。中央準備委員会の第7回総会1962年6月18日、最終総会である中央準備委員会の第7回総会が開かれた。この最終会議の2日前、中央準備委員会は対立関係にあるに草案を、討論する。 一つは、オッタビアーニが直接作成した、神学委員会の、教会と国家との関係と、宗教的関与に関する草案である。もう一つは、ベアのキリスト教一致促進事務局による、信教の自由草案である。数奇教たちは二つの陣営に分かれて、激論を交わした。オッタビアーニ草案の中心にある関心事は、カトリック信仰の保護であり、 真の宗教における市民全員の一致に基礎を置いた世俗の共通善の保全であった。自由とは真理と善徳のためであって、誤りや悪のためにあるのではない。ベア草案ではすべての場合とすべての人々に信教の自由が適用されるとした。イタリア系、スペイン系、ラテンアメリカ系の教怖らはオッタビアーニの草案に賛成し、アメリカ、イギリス、 ドイツ、オランダ、フランスの恐怖たちは、ベアの草案を支持して、委員会は、ま、二つに分かれた。この準備委員会は、ほとんどが教皇庁職員によって編成されていたが、彼らの手で73に上る公会議文書の草案が完成した。この委員会は、多くの草案を変更し、不採用にした草案もあり、教会法改定委員会に送り返されたり、 他の草案と合併したものもあった。件数は圧縮され縮小され73から22減った。7月13日、草案のうち、公会議で討議されるべき7つが、将来の公会議恐怖たちに送付された。スキレベークス神父はこの草案を厳しく批判し、ドイツ語圏の司教たちに広く配布した。これは、各国語に訳されて、広く読まれた。月日、 中央準備委員会の職務は終了した。公会議には、数期教団、死教団や修道会の長城と、古門神学社団以外にも、歴史上初めて、オブザーバーとして、プロテスタント諸教会や東方正教会の代表者たちに参加が要請された。実際に、それらの代表団がバチカンに到着したことで、議題の一つであった教会の一致へ向けた機運も高まっていった。 前述の人々を含む会議の参加者は、史上空前の規模で、予定参加者は実に2908人に及んだ。実際に第一回期の初日に参加できたのは2540人であり、全日程に参加した人数は2100人から2300人前後になったが、それ以外にも投票権を持つ参加者が私的な、顧問として招聘した進学者たちや図員を含めると、 参加者と関係者の合計は膨大な数に上っていた。1961年12月25日制定の協会検証、フマネサルーティスにより、第二バチカン公会議開催は1962年とされ、1962年2月2日の自発協力コンシリウムディウにより、開催日は10月11日と定められた。 開会式1962年10月11日、教皇を中心とした2500人の参加者たちは、会場であるサンペートロ大聖堂に集まり、ビエンヌ公会議以来の伝統的なスタイルの儀式によって公会議を開始した。そこには、世界86カ国の政府から派遣された施設も参加していた。荘厳な開会式において、教皇ヨハネ23世は、 第2バチカン公会議の目的として、教会の信仰の遺産を、現代の状況に適合した形で表現し、信徒の一致、キリスト者の一致、世界と教会の一致を図ることだとしつつ、世界の誤尾を求断するものではなく、慈悲をもって、世界の問題に対処する態度を追求する公会議と、することを説いた。ヨハネ23世は、 公会議開会演説でその公会議の開催の理由と自分の楽観主義、公会議の方針をこう説明した。第1回総会第1回期は10月13日の第1回総会とともに開かれた。第1回総会は委員会の委員選挙が行われるはずだった。10の委員会はそれぞれ25人の委員を置き、教皇による選任は委員長10人に加え、 各委員会の24委員のうち8人ずつ合計80人とし、公会議が委員会ごとに残る16委員ずつ、すなわち計160人の委員を選ぶ予定であった。世界中至るところから集まった司教たちの大半は互いに初対面で、知気があってもわずかであった。そこでお互いを知らない司教2400人のために、教皇庁は、 特別専門委員会の委員として誰が適任なのか提案した。フェリチ・スー・キ教は参列した主教たちに完全な選ぶ自由を残しながら第二バチカン公会議準備委員会の委員名簿を配布した。すでに公会議の準備に携わってきた経験を積んだ専門家であり、自由に適任者を選ぶ助けになるという理由からであった。 教皇庁が選んだ名簿から恐怖たちによってすべて選択されることが望ましかった。事務総長のフェリーチ大司教は委員たちの選挙にすぐ入るように恐怖たちに指示した。しかし教皇庁の予期しない出来事が起きた。公会議の初日から公会議教父たちの大部分は何か異常なことが起きていると感じたのである。準備委員会は教皇庁職員が構成し、議事運営方法は その提案に沿って進むはずであったが、リールのリエナール大司教が異議を唱えたからだ。リエナールがマイクを取り発言しようとすると、議長であったティスランスーキ教は強く制止せず、マイクを取ったリエナールは、フェリチの名簿は司教らの自由を奪う教皇庁からの圧迫であると大きな声で非難して拍手喝采を受けた。フェリチはこれに公開議事務総長として反対の考えだったが、 次に演説したケルンのフリンクス大司教がリエナールを支持すると、さらなる拍手喝采を受けた。最初の議長のティスランは10月16日まで選挙延期を宣言した。このクーデターを計画した数期教たちは、すでにライン側周辺の中部ヨーロッパ作成の候補者名簿を準備していた。それはリベラル派の名簿であった。こうして第一回総会は、 わずか20分で議事を終了し閉会した。オランダのある司教は公会議会場から退場しつつ、友人の司祭に私たちの最初の勝利だった。と叫んだ。第2回総会10月16日、第2回総会で委員会委員の投票が行われた。しかし投票に付しても、この時の候補者名簿は、公会議の規則が求める投票総数の3分の2の、 賛成票を得ていない。そこで、リベラルな数奇教たちは、教皇ヨハネ23世に、規則の例外を認めさせるように圧力をかけた。論拠は、投票総数の過半数を獲得したのであり、これは明らかに公会議の大多数の意思であるとしている。ヨハネ23世は、公会議の規定を無視してこの名簿を受け入れ、公会議の諸々の委員会のすべての委員は、リベラル派から選ばれた。 この結果、自分たちの立てた候補者109人のうち79人が当選し、ヨーロッパ同盟は座席の49%を得た。強行により、ヨーロッパ同盟の委員がさらに8人指名された。天礼、教育、選挙、修道生活の専門としてみなされてきた、修道会総長評議会が立てた候補者は、一人も当選しなかった。初日に配布された。 委員候補名簿に100人いたイタリア人司教は20名に止まった。その結果、委員の3分の2が進歩派に占められた。冒頭の選挙において、教皇庁を抑えて自己主張した司教らは、公会議の指導権をますます握っていく。このことは、ライン側はティベル側に流れ始めたと論評された。以降、公会議では単に教皇庁準備委員会の提示した。 名簿を参加者が承認するのではなく、参加者たちがグループを作って、議論を交わし、主体的に話し合いを進めるスタイルが作られていく。10月15日、委員選挙と並行し、フリンクスは、公会議の最初の議題として、リエナールとアルフリンクラの進歩派による、最も進歩的な内容、すなわち典礼を討論するべきだと主張し、議長団の10人は、ヨハネ23世に、 それを要求しに越見していた。10月16日、第2回総会で、公会議の最初の議題として、最も進歩的な草案が討議されることが、発表された。つまり、天礼についてであった。こうして、賢者少々を中心に、強硬調的考え方は予想以上の抵抗にあって、自由な前進を阻まれたのである。しかも抵抗する、司教団に指示を与えたのは、 強行自身であった。ということ見方をしている。第3回総会1962年10月22日、第3回総会が開かれ、天礼についての草案をめぐっての議論が開始した。これによって保守派と進歩派の対立が明らかにされた。保守派と言われたのは、事務総長のフェリチ、ルッフィーニ、オッタビアーニ、シリなど強行長系のイタリア人数奇郷ら。 アイルランドのブラウンスウキ教、スペイン系、北米、南米の恐怖たちであった。ローマのラテラン大学も同意見であった。進歩派と言われたのは、ベルギーのスーネンス、オランダのアルフリンク、フランスのリエナール、ドイツのフリンクスやデフナー、ベアなどの中央ヨーロッパ系や、少数の北イタリアの恐怖たちであった。その他、オランダのスキレベエクス神父やフランスのコンガール神父。 ドイツのラーナー神父などもいた。ローマのグレゴリオ大学も同意見であった。意見の対立、天礼についてをめぐる保守派と神保派の対立10月22日から11月13日まで天礼に関する草案について討論が行われた。神保派のレジェ、アルフリンク、エルフィンガーなどの恐怖は共同志式ミサやパントブ同士の両系色の生態配慮を主張した。 10月30日の総会で、保守派のオッタビアーニはそれに反論し、規定の10分以内に話が収まらず続けようとしたが、進歩派のアルフリンク議長は割り当てた時間を超えると、突然、マイクのスイッチを切ってしまった。屈辱を受けたオッタビアーニは黙って自席に戻ったが、多数の恐怖は嘲笑と拍手で議長を支持した。刑事の諸言戦についての草案における、 意見の対立11月14日から同22日まで、刑事の諸言戦についての草案が討論された。あらかじめ作成されていた、この草案は、カトリックの教義を明確に出しすぎてよりエキュメニカルな、観点から望ましくないと非難され、初日からリエナール、フリンクス、レジェ、ケーニッヒ、リッターなどの進歩派の恐怖が反対した。11月17日には、 デフナースーキをも加わり、進歩派は準備委員会によって作られた草案全体を却下し、その代わりにすでにラーナーンプによって準備されていた草案を指示した。11月20日、議長であった進歩派のフリンクス,スーキ卿は刑事の諸言選についての草案討議の中断を公会議の投票に付した。投票の結果、賛成は1386票。 不賛成は822票であり、賛成投票は3分の2の多数には及ばなかった。事務総長のフェリチは、討議は続行すると宣言した。しかし、強行用派の23世は、ベアトレジェの要求に屈服し、公会議の規定を無視して、この総案は破棄となった。教会についての総案における、意見の対立12月1日からどうなのかまでは、 教会についての草案に関する討論が行われた。この草案は、初日からリエナール、フリンクス、デフナー、ドスメット、レルカノ、モンティーニー、マクシモスなどの進歩派の恐怖が反対した。この草案は、教皇の判断と決定によって、評決されることなく、廃案となった。その他の議事内容その他、11月23日から、同26日まで、 マスコミについての草案に関する討論が行われた。また11月26日から同30日まで、東方協会との一致について、聖母マリアについて、エキュメニズムについての3草案に関する討論が行われた。調整委員会12月5日、教皇ヨハネ23世は、準備委員会の作成した草案を、私獄的なものと、 世界的に意味があるものという観点から再検討することを要求し、調整委員会を設置した。ヒコニアーニー委員長ほか、リエナール、ウルバーニ、スペルマン、コンフェロニエーリ、デフナー、スーネンスの各委員からなり、ほとんどが進歩派で占められた。第二バチカンコ会議会会に先立つ1962年3月、ヨハネ23世は秘密裏に、 数年数に多すぎる草案の整理を任せており、数年数計画が実行されると公会議会会の60日後には、準備された73の草案はすべて否決され、捨て去られることになった。第一回期では、天礼の書問題、東方天礼の問題などが扱われた。同時に話し合われた刑事に関する討論では、草案が棄却され、書き直しが求められた。第一回期は、 結局、満足の育成果を見ることができなかったが、以後の会期の運営のあり方が確立された。あらかじめ準備された草案がすべて承認に至らなかったという第一会期の事態は、ラッツインガー神父によれば、第一会期の偉大な、驚くべき、昇進証明の肯定的結果だった。これは、準備作業の背後にあった精神に対する強い反動の証拠で、 公会議の第一会期のエポックメイキングな特徴であると呼んでいる。新教皇の誕生第一会期終了後、次の会期に向けて、草案の見直しや、議論の整理が進む中、かねてからがムを患っていた教皇ヨハネ23世が1963年6月3日、会議の終結を見ることなく、この世を去った。6月21日、後継の教皇に、 パウロ6世が選出され、翌6月22日のラジオメッセージで、公会議の継続を宣言した。教皇が、第二バチカン公会議の第二会期を1963年9月29日に、開会すると予告すると、世界の公会議教父たちは、様々な草案の研究を再開した。8月26日から同29日まで、ヨーロッパ同盟の司教たちのイニシアティブで、 ドイツの古田に集まり、第二回帰の進め方を準備する古田会議が開かれる。1963年9月12日付のティスランへの手紙によると、第二回帰開会に先立ち、教皇パウロ6世は次のことを定めた。定数4人の運営委員モダトルズの設定公会議の議長団を拡大、その職務範囲を公会議運営手続き上の課題に限定。 ヒキリスト教者との対話の窓口を務める事務局の設置広報委員会の設置。一般信徒代表の公会議参加を傍聴人として、承認非カトリック信者の傍聴人席の増設などであった。指名された4人の運営委員は、進歩派のデフナー、スーネス、レルカの中道派のアガジャニアンであった。こうして、自由主義者が公会議の主導権を握った。 この運営委員会は、教皇庁からの介入の余地を抑える目的があった。9月29日の第二回帰の冒頭、教皇パウロ六世は、時代が多すぎて収集がつかなくなった第一回帰の、わだちを踏まないため、公会議の優先議題を、以下の4つと明示した。教会論総案、教会論の確立都市教団の役割の、検討協会の刷新、現代化、エキュメニズム総案、 エキュメニズムの推進カトリック教会と現代世界の対話それにもかかわらず、第二回期における保守派と進歩派との論争は、教会における聖母、マリアの地位並びに、司教権あるいは司教団の性格が焦点になる。9月30日、教会論争案をめぐって討論を開始した。聖母総案元来、聖母マリアに関する総案は、独立した文書だった。 一方のオッタビアーニはこれを単独の決議文として成立させようとしていた。他方、第2回期前の古田会議で、カール・ラーナーはが、エキュメニカルな観点から見て悪い結果をもたらすので、分裂の原因を避ける平和的な妥協を求めている。ラッチンガー、グリルマイヤー、ゼンメルロードも同意見であった。9月30日に、第2回期が始まるや、いなや、フリンクスは、 聖母草案を過度なマリア新人と批判し、短縮し、教会論の一部に編入すべきという意見を出した。10月2日には、シルバ数期教もマリア論を教会論の一部とするべきと主張した。10月3日、でッパス数期教は、司教60人の連名で、マリア論は単独の草案とすべきだと要求し、約600人の司教の陳情書が提出された。10月24日、 サントススーキ協は単独の聖母草案を求める代表として審議報告を行い、他方で経緯日は編入を求める代表として報告を行った。10月29日、聖母草案をめぐり単独か編入かを問う投票が行われ、協会論への編入を要望する意見が賛成1114対反対1074と僅差で多数を占めた。 司教団総案進学委員会が準備した教会総案が廃案となった後、新しい第二総案をめぐる激論が交わされた。10月4日から同16日まで、教会の最高共同機関としての司教団を認めるか否かが討論され、127人の恐怖が発言した。恐怖たちは3つの派に分かれた。この問題の討議は、意見が明確に対立したまま打ち切られ、 議事は次の議題に移った。10月14日、運営委員会の数年数は、市教団の問題を4点に絞り、試験的投票を10月17日に行うと発表した。しかし、フェリチ事務総長、議長団、調整委員会の保守派は、評決に反対し、そのような投票を運営委員会が行うとは、調整委員会に対する越権行為であると、みなしたのである。 反対により10月17日の投票自体が行われなかった。10月29日、運営委員会は試験的投票の課題を4点ではなく次の5点に改めて発表し、翌日に投票が実施された。司教性別の非積性司教の団体性協会の最高共同機関としての司教団司教の新的、起源高級的聖職身分としての除祭10月30日。 試験的投票の結果、5点のいずれも3分の2以上の大多数を得た。オッタビアーニとブラウンは、この試験的投票は、進学委員会を拘束する力がない、試教団に関する教えも確立されていないと反論した。その他の議論委員の追加11月21日、教皇パウロ6世は、委員会定数を25名から30名に増やすと決定した。 同28日、追加の5人の選挙が行われ、5人ともヨーロッパ同盟の拡大版である世界同盟から選ばれた。この拡大によって、司教団の意見がよりよく草案に反映されるようになった。様々な議題について議論は尽きなかったが、この会期中、天礼検証と広報機関に関する協力の2つが一応の成立を見たことで、 このまま議論だけで終わるのではないかという参加者の不安は除かれた。教皇のコンスタンティノープル訪問1964年、初頭教皇パウロ6世はエキュメニズムに勤め、コンスタンティノープル総主教アテナゴラス1世を訪問した。同年1月15日、調整委員会の会合で進歩派のデフナーは、議事進行の迅速化を図るには、リベラル派にとって、 重要な問題のみを取り上げ、重要性の少ない細かい問題は、指針という形で簡単にまとめるよう提案し、採決された。前回から1年後の第3回期には傍聴人の信徒まで招へされ、多くの草案が精力的に検討された。特に、教皇の主意権に関する第1場地漢公会議の決議を尊重しつつ、司教団の団体性指導原理を強調するという、 方法に関して議論が白熱した。司教団主義1964年9月15日第3回期の冒頭スタッフや大司教は公会議の議会則第6節第57条に基づき70人の恐怖たちを代表して発言を求めたが受理されなかった。9月21日から9月29日まで本文は1クセずつ評決に付された。結果は 賛成1624票、条件付き賛成572票、反対42票となった。11月7日、スタッフア大司教は、パウロ6世に宛てた手紙で、発言申請の不受理につき手続き上の妨害であり、司教団主義の命題という、極端な形式の利益のために、ローマカトリック経新学を沈黙させようとしたと、告発した。その間、 35人の数機教徒5人の大衆道会総長らは、パウロ6世に宛てた10月18日付のメモを書き、革新的な教えに関する有料表明し、草案が曖昧で多義性を持ち、公会議後に極めて恣意的に解釈される危険性があることの指摘、また考察のため休憩時間と実行期間を設けるよう要請した。草案の多義性が、 危険性を含むとは信じがたい、パウロ6世は動かず、代わりにスタッフアと同調する進学者たちの名前を列挙するよう求めた。挙げられた3人の名前を聞くと、いずれも自らが高く評価する人々であり、パウロ6世はうろたえた。その時、極端にリベラルな恐怖が文章化思公会議後に、曖昧な文章を解釈する方便を綴った書面が、パウロ6世の手元に届き、 欺かれたと悟った教皇は涙したという。そこで教皇は国務長官を介してオッタビアーニに司教団草案の書店の表現をもっと正確に述べるように求めた。これが予備解説的注釈である。11月14日予備解説的注釈が恐怖らに示された。この注釈が草案に含まれた内容の意味を変えるか変えないかで議論が起こった。 第123回総会の初日11月16日から、リベラルな恐怖たちが、暗黒の一週間と呼ぶ週が始まった。同日の告知で、公会議事務総長、ペリクレ・フェリチ大司教から論争を終わらせるため、次の発表がされる。教会草案第3章に対する修正意見に次の解説的注釈をつけ、あらかじめ最高権威から恐怖たちに伝えられた。 第3章の教えは、この注釈の意向と意味に従い説明し、理解されなければならない。この注釈は、教会検証の一部に組み込まれることになる。現代世界における教会について9月30日、リベラル派の寄贈した、現代世界における教会についての草案に追加が、現れた。10月20日の上庭予定日に、現代世界における教会についての草案検討が、 上呈されなかった。10月20日から11月10日まで、現代世界における教会についての協力が、討論された。超自然の要素がないと批判されたが、差し戻しにはならなかった。これが後に、現代世界憲章となる。聖母マリアについて1964年7月15日、付けで13名の恐怖たちは、聖願書を教皇パウロ6世に提出して、 次のことを懇願した。聖母マリアを、教会の母として宣言する、聖伝の教えに反する草案を廃案とする、第三回期では、九月十六日から翌日まで、聖母、マリアの称号について議論された。十一月十八日、聖母マリアに関する草案の評決。第三回期で提示された文章では、前回期の終了時に、パウロ六世が表明した希望にもかかわらず、 教会の母という称号は削除されていた。カスタンラ・コマシ教は80人の恐怖を代表してこの称号を再挿入することを要求した。しかし、これは無視された。11月21日、総会最後の日、パウロ6世は教会の母という称号を聖母マリアに与えると自発協力で発表した。その他の討論会議が進んでも、 なかなか協力が形にならないことで参加者たちも焦り始めたが、最終的に、東方カトリック諸教会に関する協力、エキメニズムに関する協力、協会検証を成立させることができた。被災の駅務と生活に関する協力などの草案は、未だに不十分であるとして差し戻された。公開には1965年に、いよいよ予定された最終第4回期を迎えたが、 依然として11の草案が決議に至らずに残されていた。特に草案13と呼ばれた現代世界と教会のあり方に関する文章は重要案件であり何度も修正が重ねられていたが未だにまとまるめどが立たなかった。心境の自由に関する宣言の総行も議論が繰り返されたがなかなか多数に受け入れられるものになっていなかった。この回帰の初頭で 教皇パウロ6世が司教会議を立ち上げることを宣言したことが大きなニュースとなった。シノドスは9月15日に創設され、実際に公開後終了後に各地で行われることになり、現代に至っている。最終的に刑事の扱いについて紛糾した神の刑事に関する協議検証が参加者の賛成多数によって成立に至ったことで、 すでに議論が重ねられていた草案も続々と成立していった。それらは、教会における主教の私牧任務に関する協力、修道生活の刷新、適応に関する協力、司祭の要請に関する協力、新都市都職に関する協力、教会の選挙活動に関する協力、司祭の役務と生活に関する協力及び、キリスト教的教育に関する宣言、 キリスト教以外の諸宗教に関する教会の態度についての宣言、信教の自由に関する宣言といったものであった。もっとも難産となった、検証、現代世界との関わりについて何を、どこまで踏み込んで表現するかが議論となった、現代世界検証は12月になって、ようやく成立し、参加者一同が胸をなで下ろした。 議論された内容協力の発布第2バチカン公会議の閉会12月7日、カトリック教会と聖教会による1054年の相互波紋が相互に解除された。同日、教皇パウロ6世は公会議閉会演説において公会議の意義を宣言した。翌12月8日、教皇はサンピエトル広場で公会議の終了を宣言し、世界の あらゆる人々に向けたメッセージを発表。ここに4年にわたった第二バチカン公会議の幕が下ろされた。公会議が取り扱った内容を見る前に、公会議をどのように解釈するかという問題に触れなければならない。その理由は、公会議をどのように解釈するかに、その内容も委ねられているからである。第二バチカン公会議の第一に目指すべき目標として、教会の教えが、 現代人にも理解できるように、現代の要求する方法で探求され、説明されること、現代人によく伝わるように新しい言い方を用いて、私牧的な性格を持つ教会の共同の任務に、最もよく合致する表現法による説明を目指した。しかし、理解しやすい説明をしたはずだった、公会には、その正しい理解の仕方と解釈が問題とされている。 公会議の20周年にあたる1985年、ラッチンガー・スーキ教は、第二バチカン公会議は正しく理解されていないと、訴えて、こう発言している。この20年間が、カトリック教会にとって決定的に不利であった、ということには議論の余地はない。公会議に続く結果は、ヨハネ23世やパウロ6世をはじめとするみんなの、期待を無残にも裏切ったかに見える。キリスト教徒は、 再び古代末期以来かつてない少数派になってしまった。公会議の教皇たちや恐怖たちはカトリック的な新たな一致を期待していたのに、パウロ6世の言葉を借りて言えば自己批判から自己破壊になりかねない不一致に直面した。躍進をこそ期待したのに、結果的には衰退を見せつけられ、それは公会議の真の精神の権威を失墜させる事象。 公会議精神の掛け声の下で蔓延していった。信仰について40から41ページ。公会議の本来の顔を示すのは今後の大仕事である。信仰について45ページ。この真の公会議に対して実際には真意の反精神である偽証公会議精神が張り合った。この致命的な反公会議精神ドイツ語で言うと コンセルズ・アンジストによれば、すべて、新しいもの、あるいは新しいと推定されるものは、今まであったもの、あるいは今あるものよりも、常に、何はともあれいいものなのだ。信仰について、46から47ページ。第二バチカン公会議の審の時はまだ来ていないのかも、しれないし、その申請の受信は、まだ始まっていないのかもしれない。公会議書文書の名文の再読は、 必ずや、私たちにその真の精神を再発見させるだろう。信仰について、54ページ。公会議が閉会して40年が経過した後でさえ、ベネディクト16世は、第二バチカン公会議の神聖な理解と解釈について、問題にした。ふさわしい公会議の理解とは何でしょうかまた、不適切な、あるいは間違った、公会議理解とは何でしょうか まだしなければならないことは何でしょうか。教会のかなりの部分において、公会議の実施がある意味で困難だったことを誰も否定できません。偉大な教会博士、聖バジギオは、ニケア公会議後の教会の状況について、次のように述べています。やろうと思えば、この言葉は、過去40年の間に起こったことに当てはめることができます。バジギオは、教会の置かれた状況を、 嵐の暗闇の中で行われる回線になぞらえます。意見が対立し、互いに歪み合う、者たちの騒がしい叫び声、理解を超えた、流言、絶え間なく、騒ぎ立てる混乱した話し声、これが、今やほとんど教会全体を満たし、行き過ぎや誤謬によって、信仰の正しい教えを歪めている。私たちは、公会議後の状況に、 この劇的な記述をそのまま当てはめたいとは思いませんが、すべての出来事の幾分文化は、この記述に反映されています。ここで疑問が生じます。なぜ、教会の多くの部分において、これまで公会議の実施が、それほど難しかったのでしょうか。この疑問に答えるには、何よりも、公会議の正しい解釈が必要です。あるいは、今日、そう言ってよければ、適切な解釈法。 すなわち公会議の解釈と適用の鍵となる正しい方法が必要です。公会議の実施における諸問題は、二つの相対立する解釈法が互いに反目し論争し合うことから生じました。ベネディクト16世によれば、最初の解釈法は不連続と断絶による解釈法である。もう一つの解釈法は改革による解釈法である。 不連続による解釈法は、あえて公会議前の協会と、公会議後の協会の断絶を帰結させる革命的な見解を取る。この見解によれば、公会議を旧憲法を廃止して、新憲法を制定するための憲法制定議会のようなものと考え、これによってすべては新しくなった。公開議は新しい政令降臨の機会であって、教会は 自分の醜くさせている、また自らの使命を果たすことが妨げるすべての汚れを取り払った。不連続による解釈法が説得力を持つように思わせる特別な理由はパウロ6世の公会議閉会演説である。人間に関して激しい議論が行われてきたことが近代の特徴であり、公会議は特別な意味で人間論というテーマを取り上げた。これらべての問題から、 ある種の不連続が生じる可能性があった。実際にある意味では不連続が現れた。パウロ6世の言うように人々に対する限りない愛が公開期全体を侵略した限り現代の人々と現代世界に合わせ新しい教会論に沿って教会を新しく作り直すべきである。教皇主意司教の権能、司祭職と独身制度、信教の自由。 エキュメニズム、神の民の役割、結婚と、性道徳、天礼など。このような革新のみが、公会議の真の精神を表すものであり、この革新から、またこの革新に従うならば、前進することが可能となると、彼らは考えている。この解釈法は、公会議文書そのものは、公会議の真の精神を、まだ表現していないといい。 第二バチカン公会議文書は妥協の産物であると主張する。例えばマルティニア浜を踏み押す企業がそう主張する。ポップスト、ポールシックス法と、ロータール・ワラ・コンシルバテル法と、ロータール・ワラ・コンシルバテル法と、ロータール,ワル,ル・ーールワラ改革による解釈法を最初に示したのは、教皇ヨハネ23世による1962年10月11日の公会議開会演説であった。 後に、この解釈法は、教皇パウロ6世が1965年12月7日に、言った、公会議閉会演説でも示された。ベネディクト16世は、ヨハネ23世を引用してこう言う。公会議が望むのは、教義を弱めることも歪めることもなしに、純粋で完全な仕方で伝えることです。教皇は続けてこう言います。私たちの務めは、 あたかも骨董趣味のように、この高価な宝を守ることだけではありません。私たちの務めは、私たちが生きている時代が、私たちに求めている活動に誠意を持って恐れることなく取り組むことです。必要なのは、教会の教えのすべてを完全に、また正確に守ることです。このことは、正当な教義との忠実かつ完全な一致のうちに示されます。 しかしながら、競技は様々な研究方法と現代思想の様々な文学的形態を通して研究され、拡大されなければなりません。信仰の遺産における古代の競技の実態と同じ意味とメッセージを保ちつつ、その競技を提示する方法は別の事柄です。公会議のテーマは多岐にわたっているが、ここでは主なものを挙げる。公会議の目に見える形での 最も大きな成果となったのが、中世以来の懸案であった、教会論の確立である。これは、教会憲章に見ることができる。第一章、教会の悲劇についてでは、カトリック教会が唯一にして正であり、普遍的なものであること、イエスがペトロに与えた権能を引き継ぐ教皇と、司教たちによって収められる組織であると言いつつ、カトリック教会以外にも、 成果と真理の要素が数多く見出されると補足することで独善的傾向を避けている。第2章、神の民についてでは、神が個人でなく人々のグループを生成に招いていること、その素型がユダヤ民族に見られることを示す。また、カトリック教会に属さないキリスト教徒たち、ユダヤ教徒、イスラム教徒たちも唯一の神において、互いに結ばれていると言明される。 第三章、教会の聖職委員会制度、特に司教職についてでは、第一バチカン公会議の議論を補完する形で、教皇職の意味と司教団の団体性原理が示される。以下、第四章、信徒について、第五章、教会における生成への普遍的証明について、第六章、修道者について、第七章、旅する教会の終末的性格及び、 天上の教会との一致について、第8章、キリストと教会の秘劇との中における神の母、諸女性マリアについてと続くが、特にその中で、それまで聖職者、被災は、神徒より、生成のレベルが高いとみなしてきた教会が、すべての人が、生成に招かれているという表現をしたことが、革新的であると言える。特に、キリスト教の二千年の歴史の中で、初めて、 神徒が公式文書の中で言及されたことは特筆に値する。また、第8章のマリア論に関する部分は元来独立した文章になる予定であったが、エキュメニズム的観点とカトリック以外のキリスト教に対して攻撃的になってはならないという配慮からこの中に組み込まれた。この公会議の後、外見的な部分で教会が変わったと人々を実感させたのは、 天礼の改革であった。この精神は天礼検証に詳しい。教会は天礼においてすべての人が積極的にこれに関わることが求められるとして多くの改革を実行した。例えばそれまでほとんどラテン語で行われていたミサ及び天礼の諸儀式が各国語で行われることになった。また、司教の判断のもとにその地域文化に根ざした天礼の あり方が模索されることになった。も廃止された。歌詞の内容があまりにも最後の審判への不安や恐怖を強調しすぎており、本来のキリスト教の精神から遠いというのが理由であった。カトリック教会は古代以来一貫して重要視してきた聖書と聖伝を保持しつつも、その現代世界への適用を目指した。具体的には聖書の各国語訳のさらなる研究が推奨された。 そして聖職者と信徒にとっての聖書研究の重要性が改めて認識された。それまでのカトリック教会は聖書の研究は聖職者がすることであるとみなし、信徒が進んで研究することはあまり推奨していなかったのである。教会における司教の位置づけも新しい観点によって照らし直された。特に司教の団体性という考え方がこの 公会議の精神の特徴になっている。これは、教皇と司教団がペトロと使徒たちのように一つとなって、教会をしぼくしていくという考え方である。また、公会議以降それぞれの地域で、司教たちが集まって、会議を開くようになった。これがシノドスである。ただ、シノドスでの議決については3分の2以上の賛成と、教皇庁の認可によって、 初めて有効性を持つということが定められている。アジョルナメントをテーマに行われた公会議は、教会の現代世界への適応にかける強い意気込みを示すことになった。この会議での決定事項は、以降、パウロ6世によって実施が推進され、ヨハネ・パウロ1世からヨハネ・パウロ2世へと、公会議理念の実践が進められていくことになる。ありがとうございます。